武将死外図、各隊の信興武将起義または武将放棄は、1911年10月10日に、真の武将で起きた兵士たちの反乱。侵害革命の幕開けとなる事件である。1895年、清は日清戦争において日本に敗れた。真の知識人たちはいくつかの派閥に分かれた。当初は、後位と両鶏長が率いる。 立憲君主主義の改革派が実権を握り、清政府の母術変法を指揮した。この改革は、生大校による土の絵犬の政変により挫折した。帝政と慎重に幻滅して、多くの革命グループが全国に現れ始めた。1905年、様々な革命グループの合併について議論するために、孫文と宗教人らの革命指導者たちが東京であった。 この会合の後、中国同盟会という新しいグループが結成された。1906年に、清朝は立憲政府の原則を認めたが、3歳の戦闘帝を要する皇族、宮廷の権限は強かった。1910年に各省に、少子局が生まれたとはいえ、それは厳重に制限されたものであり、皇帝があらかじめ定めた議題を、 ただ、闘議する権利が与えられただけであった。1911年5月、新朝は皇族内閣を組織し、国会即時解説を要求していた、御与林を新疆に左遷して、立憲主義者たちを失望させた。1911年3月から、同盟会は、丹人を大鳥を長江一帯に派遣し、計画する武漢巨地に呼応すべき各地の決起を宣伝していた。 しかし、コナン、湖北における地方革命団体には同盟会の直接指導は及んでいなかった。軍隊に対する宣伝は、キリスト教の伝道を利用した日地会が早くから行い、東京で組織されていた湖北教信会などが活動を引き継いだ。武将記事の前夜にその地にいた新軍は六大隊の、不評と、騎兵、砲兵、砲兵の各一中隊だったが、 軍人によって組織された革命結社、軍事社に加入しているものが少なくなかったという。義和団の乱後、多くの西洋列強が中国における自らの勢力圏を統合する取り組みの一環として鉄道投資を行った。鉄道建設は山東、洋子港、昆明満州にまたがって行われた。小政府も新朝廷の許可を得て、 自らの鉄道を建設し始めた。関東省、湖南省、湖北省、四川省の監督の下越間線や川幹線の事業が進められた。北京議定書以来続く賠償金支払いなどにより、継続的な財政問題に直面していた新朝廷は、1910年に古典官僚実業家であった森戦海によるすべての鉄道路線の国有化を通じて、 外国の融資を確保するという検索を採用した。カバノドの春この政策は、四川、関東、湖南における地元の振興資本家たちを刺激して激しい抵抗を受けた。四川の場合、川間鉄道会社の資本金は、地元資本家たちに売却した株式の売却益や、地方特別税として地主から徴税した資金であり、これらの地主たちも、 鉄道会社の株権を与えられていたのである。この鉄道国有化に反対する運動は、ホロ運動と呼ばれる。特に激しかった視線では、生徒から、死臭、英川を経て、重慶に至る一帯で、自意として、一切の商業取引を中止し、学校を閉鎖した。8月11日までに、生徒で大規模なストライキと集会があった。ほどなくして、この抵抗運動は、 四線ホロ運動として知られるようになった。カバノドノシンが四線ホロ同志会の会長に選出された。長寿豊と暗報1911年9月初め、代理総督として着任していたばかりの四線総督、長寿豊かは、自由運動に脅されて、鉄道国有の期限延期を政府に要請したが、政府はかえってその軟弱を責めた。9月7日、 積極的介入を求められた四川総督の長治豊は、ホロ同志会の主要指導者の逮捕を命じ、その後、兵に命じて抗議する者たちを射撃させた。また朝廷は丹法に兵を与え即刻四川に入るように命じた。丹法は、湖北新軍の二連隊を率いて、四川に到着する。9月15日に、鉄道株主会長を筆頭とした代表たちは、 派兵中止を訴えに、総督府に赴くが、総督は代表者5名を拘禁し、その釈放を求めて押し寄せた群衆に発砲させ、約40名が殺傷された。こうした抵抗運動を、政調は武力をもって抑圧したことで、朝廷に対する信頼はさらに低下した。乱民暴動格殺もちろん、という政府命令によって、すでに各県で起きていた。 愛国寺運動はますます激化し、重慶は民衆に占領されかかっていた。丹鳳は、死臭で阻まれて不任できず、応援に派遣された全市船総督は、形勢に怯え、観光に足踏みしていた。その一方で、鉄道国有化に対して何もしようとしない、湖南省と湖北省は、地元の報道から批判されていた。 鉄道危機が激しくなるにつれて大衆の新朝廷に対する信頼は悪化し続けた。村部武漢地域には文学者と教信会という二つの革命グループがあった。これらのグループはそれぞれ小翼部と村部が率いていたが、彼らは武漢での革命のための司令官と参謀長として密接に連携して行動していた。1911年9月、 湖北新軍の一部が四川のフォロ運動鎮圧のために派遣され、湖北地区の守りが手薄になったのを見た湖北地区の革命家たちはことを起こす機会を伺っていた。文学者と共振会は次の放棄の際の協調行動の可能性も視野に入れて同盟会との協議を始めた。放棄の日は当初は中秋節に当たる10月6日に設定されたが、 後になって準備が整わないため延期された。10月9日、孫武が観光のロシア疎開で爆弾の製造を監督しているとき、そのうちの一つの爆弾外とせずに爆発し、孫武も重傷を負った。孫武が入院した際に、病院職員が彼の身分証を発見し、新朝廷に通報した。捉えられた革命家革命の計画についての捜査が進むにつれて、 武将中東の新軍は、新朝関係に逮捕される危険が迫っていた。文学者の小翼部は直ちに決起することを決めたが、その計画は、ここを総督、随清氏に漏れた。随清氏は決起の鎮圧を命じ、10月9日に、観光で、同盟会の当人20名が逮捕されて、武将に送られ、10日に、武将でも73名が逮捕され、10日朝には、軍籍の、 法祖藩、劉福元、洋広氏勝の3名が、総督公署の前で残首に処された。党員名簿が、関係の手に入ったという噂もあり、新軍内部は逮捕処分される恐れのため、非常な動揺が起こった。10月10日夜9時、金朝竜と、帝帝国という2名の革命派が、終身命令違反のトラブルから、上官の党広勝を射殺。この混乱に乗じ、 少数の爆薬をもとにして、熊兵羊猿と、公兵中隊が、国王総督の新庁の警備隊に対して決起した。再催民など、第29大隊の兵士がそれに応えて合流し、武将城内に向かった。何個の騎兵が同じ頃に、城外から押し寄せ、蛇山の高所から、総督高所に大砲を打ち込んだ。激しい戦闘の末、総督、随清は、 観光の疎開へ逃げ、第八鎮統制、長兵も軍艦で総督の後を追った。翌日11日の正午には、武将全城が新軍の手に入った。総督が逃亡したため、新軍の指揮統制は崩れた。10月10日夜から11日正午までに、500人以上の満州兵が殺され、300人以上が捕らえられた。湖北軍政府十月十一日、反乱軍は、 湖北省を代表する軍政府を設立した。これを湖北軍政府という。反乱軍は新軍の高級将校の一人であった霊元広氏を説得して暫定の都督に据えた。霊元広氏は当初その考えには反対したが最終的には反乱軍に説得されて同意した。新たに設立された軍政府は外国勢力は この放棄に干渉しないことの確認をとり、他省にも同様の放棄を呼びかけつつ、鉄血18世紀と呼ばれる旗を形容した。10月12日には革命軍は湖北省の他の地域に進軍し、その過程で観光、観葉も占領し、13日に観光領事団は革命軍を抗戦団体と認めて中立を宣言した。 16日と解くフリンジ組織令が発せられ、霊源広氏は総司令を兼ねることとなった。18日に革命軍は長兵が指揮する政府軍に攻撃を開始し、観光大地猛撃から口に追い、武将の砲台は政府艦隊を下流に撃退した。1911年、観光へ移動中の北洋軍反乱を受けて、新朝は北洋軍の遠征外に助力を求め、 北洋軍は武将へ進軍した。一方、革命軍側は11月初めに高校が武漢に到着し指揮を引き継いでいた。その後、北洋軍は革命軍の陣地を攻撃し、朝廷軍は11月1日には観光、11月27日には関陽海洋を奪回した。これらに都市を奪回した後、朝廷軍の攻勢が止まった。その理由は遠征外が、 革命軍と秘密裏に交渉を始めたためである。孫文園政外武将企業は多くの革命リーダーたちにとっても寝耳に水であった。高校や総教人も武将の放棄には間に合わず参戦できなかった。孫文は佳境たちに放棄が起こった際の財政支援を求めるために米国で遊説中であった。孫文は高校から電報を受け取ったがその暗号を解読できなかったため彼は 翌朝の新聞で放棄を知った。武将での放棄が成功した後、革命家たちは、多少もこれに続くよう依頼する電報を打った。それを受けて、カナン、カチューの十八省は1911年12月末までに、新朝から離脱することに同意した。1911年12月、孫文は中華民国臨時大総統選挙に立候補するため、中国に帰国し、当選した。 1912年1月1日、新朝から離脱した各省の代表者たちが会合を持ち、中華民国の建国を宣言し、ここに孫文は初代大総統として宣誓した。中華民国は遠征外と交渉し、新朝廷を降伏させる見返りとして、遠征外に大総統の地位を与えた。1912年2月12日、高広皇太后は皇帝、 フギの名の下で、清子皇帝の退位を発表し、これにより、清帝国は終焉した。ありがとうございます。